おとなしく仕上がれ。 セピロス騎士団の人たちより、よっぽど頼りになるのね。これぐらい朝飯前だ。こいつは旅人として、毎日いろんな厄介事を解決してきてる。旅人？じゃあ君だったのね。まさか待ち合わせ相手に助けられるなんて。それじゃあお前<笑>ちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの。情報屋は 人脈を重んじるからね。やった！あ？でも結局得するのはガイアじゃないか。情報量は出してもらうはずだったんだから。それじゃあよく聞いてね。あ、湖の城に6本腕の巨人が3体いる。 2体は神の像を守り。ね、それだけ？この情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわ。
これは宝の、はあ、苦労して手がかりを手に入れたはいいけど、でもこんなもん旅人にかかれば大したことないよな。ま、解けなかったらガイアに聞いてみよう。この紙はあなたたちにあげる。ひひ、ありがとう。湖の城に六本腕の巨人が三体いる。二体は神の像を守り、一体は神々の財宝を守っている。どういう意味だろうな。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。今回も絵がついているな。ダメだ、オイラは疲れた、クラクラする。とにかく今回もよろしくな。
一度覚悟を見せてくれ。
どうでもいいよ。 彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見。何かわかったか？お前らが拾ってきたの、ただの恋愛小説の。なんだ、間違って拾ってきてたのか。<笑>もう、真面目。確かにこの謎は前回より難しいようだな。 清き泉の情熱。どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。いい発想だ。
例えばそれなら清泉町の裏山にある滝のこと、モンドの清き泉が城滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素と何か関係があると思うぜ。氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。大したことじゃないさ、セピロス。じゃあオイラたちは清泉町に。ん？ああ、違った。犯罪者の企みを見抜くの。ビリビリさせないとね。はっはっ、どれ。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。これで謎はすべて解けたぜ。大変だったな。それよりこの宝の地図ずいぶんと雑だな。海賊らしいといえばらしいけど。それじゃあ、さすがオイラの相棒、全く同じことを考えてたぜ。すぐに行かないと。
えばガイアが、オイラはただその噂の、いよいよ一目見れればいい、天下無敵とか遊んで暮らしたいとか考えてな。さ、おしゃべりはお宝を見つけた後にアルカディアのお宝探しの旅へ出発。アルカディア遺跡ってここだよな。なんていうか普通だな。わかったぞ。普通だからこそ誰も気づかなかったんだ。深いぜガイアのじいちゃん。ネズミだろ。ビクビクすんなって。大丈夫だから、さっさと行こう。お宝が待ってるぜ。